セリーグ大好きマナブ18号です。くそー、負けたー。1点差で負けた。とこーくっそー、くっそ惜しかった。1点差、オールスター第2戦は、3対4で、惜しくも1点差で、セリーグ負けてしまいました。はい。まあ、試合はね、2回、阪神タイガース、佐藤輝明選手が、オールスター新人、5人目となるホームランで先制しました。いや、すごい。やっぱ打ってくれるな。打ってくれるな、持ってるな。5人目っていうことで、阪神田淵さん、岡田さん、西武ライオンズ清原さん、そして、阪神タイガース近本選手に続く、5人目の快挙ということで、いや、阪神ばっかりやん、これね。おめでとうございます。おめでとうございます。仙台に住んでらっしゃるおじいちゃん、おばあちゃんが、見に来てくれた前で、ホームラン打つことができました。まあ、交流戦でもね、マー君からホームラン、おじいちゃんおばあちゃんの前でホームラン打ってますんで、ほんまにね、おじいちゃんおばあちゃん大喜びでしょ。おじいちゃんおばあちゃん高校ということで、まあ、僕もね、頑張らないと。おじいちゃんおばあちゃん、僕も頑張ってますよ。頑張って、これ阪神応援してますよね。見てくれてますか。はい。ね、もう何を頑張ってんねんって話ですけども。けどすぐにオリックスラオウ、杉本選手に、同点ホームラン打たれまして、島内選手、楽天島内選手に、2点タイムリーヒット、勝ち越されます。そしてその後は西武松本投手、ソフトバンク津森投手、楽天則本投手に、まあ、息のいいピッチングで抑えられました。けどね、5回6回と、阪神勢、阪神の投手陣頑張ってくれました。5回を、岩崎投手、3人でピシャリ、はい、0点で抑えることができてよかったです。はい、久しぶりに出すことができました。はい。そして青柳投手、まあ、フォアボールね、1個与えましたけども、ノーヒット無失点のピッチングで5回岩崎投手、6回青柳投手が抑えましたよ。原監督はね、リクエストをしてくれまして、梅ちゃんがランナー挟んでタッチアウト、そして、三塁へね、来てるランナーにも、タッチ、それがね、まあ、セーフやったんですけども、判定は、原監督が、リクエストしてくれまして、ダブルプレイ、梅ちゃんナイスプレイ。そして8回表、代打広島菊池選手、代打巨人坂本選手、連続ヒットでチャンスを作って、代打阪神タイガース、マルテ選手、同点タイムリー。小さくね、一塁ベース上で小さくラパンパラ、はい。まあ、本音はね、もうホームラン打って、まあ、ベンチでセリーグのメンバーみんなでラパンパラね、まあ、したかったんですけども、さすがマルテ選手、勝負強い、同点タイムリーヒット、はい。そしてなおも2アウト2、3塁のチャンスで、鈴木誠也選手、いや、びっくりしましたね。観客が、うわー言うから何かな思ったらね、鈴木誠也選手のすぐ横にね、大島選手が現れるっていうね、ホームスチールっすよ、まさかの。もう鈴木誠也選手のバットが、もう当たるぐらいの距離までね、大島選手が迫ってきてるっていうね、もうびっくりしました。もう鈴木誠也選手も慌てて打ってセカンドゴロっていう。けど8回裏にね、広島カープ栗林投手、まさかの失点、楽天島内選手に、勝ち越しタイムリーヒット。いや、島内選手、勝負強いよ、ほんま。そして最終回は楽天松井裕樹投手にも3人でね、ピシャリと抑えられまして、セリーグ負けてしまいましたー。とばーとばー、まあ、MVP はもちろん楽天島内選手が取りましたけども、関東賞では、佐藤輝明選手、そして、マルテ選手が取りました。そしてパリーグでは、同点ホームラン打った、杉本選手、ラオウがね、取りました。まあ、これで1勝1敗、2021年、オールスターは、セリーグ1勝、パリーグ1勝ということで、引き分けに終わりました。けどね、楽しかった。今年のオールスターめっちゃ楽しかった。まあ、今年のオールスター、2021年のオールスター、阪神勢、大活躍ちゃいますか？大活躍ちゃいますか？1戦目は、梅ちゃんが、タイムリースリーベースヒット打ちまして、近本選手、7打席連続、オールスターで7打席連続、ヒット、2安打打ちまして、タイムリーヒットを含む、2安打打ちまして、そして中野拓夢選手が、決勝点となる、押し出しのフォアボールを選びまして、スワちゃん、スワレス投手がセーブと、そして2戦目は、佐藤輝明選手が、オールスター新人5人目となるね、ホームラン打ちまして、そして丸ちゃん、マルテ選手が同点タイムリーヒット、岩崎投手、青柳投手が、ノーヒットで、1イニングずつをね、無失点に抑えました。大活躍、阪神勢大活躍でございました。はい、オールスター終わりました。夢のような時間が終わりましたよ。まあ、オールスターの間はね、広島ファン、中日ファン、ベイスターズファン、ヤクルトファン、巨人ファン、もちろんね、阪神ファンの皆さん、もう団結してね、もう仲間ですから、もうこういうのがね、
いいっすよね。まあ、後半戦もね、セリーグ、一緒に盛り上げていきましょう。そういう意味を込めまして、セリーグの球団にエールを送りたいと思います。はい。頑張れ、頑張れ、スワローズ。頑張れ、頑張れ、スワローズ。あー、踊り踊るなら、ちょいと東京温度。よいよい、はい。頑張れ、頑張れ、カープ。頑張れ、頑張れ、カープ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 、広島、カープ。はい。頑張れ、頑張れ、ベイスターズ。頑張れ、頑張れ、ベイスターズ。おー、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 DNA ベイスターズ。燃える星たちよ。レッツゴー。はい。頑張れ、頑張れ、ドラゴンズ。頑張れ、頑張れ、ドラゴンズ。頑張れドラゴンズ、もうええよドラゴンズ。はい。頑張れ頑張れタイガース、頑張れ頑張れタイガース。おー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 阪神タイガース、フレー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 。頑張れ頑張れジャイアンツ、頑張れ。うわっ、ゴキブリ、ゴキブリ、あっ、どか行け、ゴキブリ。あっ、ゴキブリ、ゴキブリや。あっ、どか行け、 G が嫌いだ、 G が嫌いだ。あら、ゴキブリ、あっ、あっ、はい、はい、はい、あっ、ゴキブリ、ゴキブリがいました。きしょ、なんやねん、いい時にゴキブリが。うわ、 G が嫌いだ、 G が嫌いだ。はい、ということで、セリーグ、6球団で、これからもね、セリーグ盛り上げていきましょう。はい、それでは、後半戦、またお会いしましょう。また動画をね、普通に出しますんで、見ててください。それでは、マナム18号でした。ありがとうございました。